はい、クリスマスマジックショーの始まりです。はてな、何の絵が現れるかな。じゃーん、ちょっとよくわからないね。おまじないかけるよ。プリ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 メリークリスマスと、はい、絵が完成です。サンタさんが何か持ってきてるね。なんだと思う？はい、正解、プレゼントです。というわけでクリスマスマジックショー始まりです。それでは解説です。こちらの道具、必要なものは牛乳パックの殻を6個、このようにつなぎ合わせて作ります。そして各面にイラストを貼るんですね。そうするとこのようなことが行えます。牛乳パックの中には若ざりをそれぞれ入れておいてください。これも落ちないようにつないでおきます。詳しくは紙面の方をご覧ください。それでは演技の仕方です。最初にこのように回転させて、クエスチョンマークが見えるような状態から演技が始まります。はい、さあこれは何だと思うと言って、底面を見せますとこういう感じになってますね。あとはおまじないをかけます。いろんなおまじないを考えてください。プリ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 メリークリスマス。そしてこのように変化させるとイラストが回転して、はい、完成します。この場合にはサンタさんがトナカイですね、現れました。そしてさあサンタさん何持ってきてくれるのかなというような質問を投げかけて、そしてその正解としてプレゼントですと言って、こちらの面を見せてください。そうすると子供がこのように現れて、プレゼントをもらった絵が現れます。はい、そしていよいよです。この後マジックショーの始まりですと宣言をして、箱全体をひっくり返します。さっきの若ザリが現れますね。こういう風に回転させてください。で、全部現れましたと同時に、ここにツリーとクリスマスの文字が現れますので、はい、このようにポーズをとってマジックショーを始めてください。以上です。